はようございます。釣り子 TV です。ルアーを一つ買いましたよ。こんな感じで通信販売で今回買ってみたんですけども、佐川急便さんで届きまして、早速開けていきたいと思います。これはですね、ちょっと楽しみな。ルアー出てきましたね。さあ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 、どんなルアーでしょうか。よし、はい、これネズミマウスバモノス書いてありますね。後ろに説明書き、ネズミマウス釣り以外の目的で使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。ご使用の際は周囲の人がいないか確認してください。釣り針は鋭く大変危険ですので取り扱いにはご注意ください。販売元バモノスっていう風に書いてありますけども、こんなルアー名前がすごいですよね。ネズミマウスですからね。あれですかね、舞浜の某リゾート施設の社長のことですかね。あれミッキーなんとかっていうんですかね。こんな感じでトップウォータールアーですね。はいはいはい、じゃあ早速出してみたいと思います。傷がつかないようにこんな感じで丁寧に発泡素材で針がしまわれていて、はい、出てきました。ネズミマウス、ちょうど釣り頃のサイズ、まあなんていうかポッパーっていう感じですかね。口がこんな感じになっていて、レーザーの耳がついて目は光ってますね。このカラーリングがいいなと思って、本当にあれですよね、大人気のあれに似てるんじゃないかなと思いますけども、これ伝説のトップウォーターのメーカーのズイールの、柏木さんがいよいよバス釣りの方にも戻ってくるぞっていう感じで、ちょいちょいですね、動きが活発になってるという感じだと思うんですけども、こんな感じの可愛らしいルアーが出てきました。で、価格がですね、これちっちゃいんですけど結構高いんですよね。1個4800円近くしたかな。で、代引き手数料とかいろいろ入れるとまあ5000円ちょっと超えるぐらいだったんですけども、ズイール好きだったんですよ。ズイーラーだったんですね。で、昔新井くんとかですね、あとは各種トップウォータープラグとか、ああいったの好きでお小遣い貯めては、買って、でトップウォーターの釣りなんていう感じで結構ですね、霞ヶ浦水系とか、あとまあ今も言ってるあの亀山ダムとかですね、ああいったところで、あと元々フローター買ったのも、ズイールのビデオを見て、でトップウォーターで柏木さんがボコボコにこういった可愛らしいルアーとか、あとは渋いルアーで、ブラックバストップウォーターで釣ってるっていうのを見て、フローター買ったんですけども、そういった本当になんでバス釣りこんなに好きになったかって言ったら、もうズイールがあったからじゃないかななんていう風に覚えてるんですけども、そもそも一番最初自分が小学生ぐらいの時に小学校の図書室になんか釣りの雑誌が置いてあるんですよね。釣りトップですかね、その時釣りトップって、まあ海釣りの情報もシーバスの情報もブラックバスの情報も全部一緒くたに載っているようなですね、そういった面白い雑誌なんか前はあったんですけども、それに、連載があって、で柏木さん、呼ぶと、地元に来て釣り教えてくれるよなんていうコーナーがあって、でそういったのを見て、あ、ズイールってなんか面白いメーカーあるなと思って、でそんな最中にですね、大ヒットした新井くんが販売が開始されて、
で、その新井くんを確か笑っていいともで、何人かのタレントさんがですね、いやバス釣りってやってるんですよ、こんなルアー、面白いでしょなんて言って紹介して、そこから一個前のブラックバスブームが来たんじゃなかったかなって、なんとなくそんな感じで覚えてるんですけどね、そういった感じで自分の、青春時代ブラックバスを始めるきっかけとなったのっていうのは、まあ本当ズイルの、トップウォーターでの釣りが楽しそうだななんていうところから始めたっていうのを、思い出して、でその柏木さんが、ズイルは残念ながら潰れちゃったんですけどね、今、サトルズイルっていうことで昔のラインナップで、ちょびちょびとルアーは出ているんですけども、当の柏木さんどこ行っちゃったんだろうってずっと気になっていたんですけども、こんな感じでまたルアーを作り出しているっていうこと でもうこれは買うしかねえなと思って、買ってしまいました。でメーカーの名前が、ブランドネームがバモノスなんですかね、その頃アマゾン大長考って言ってこう柏木さんが仲間と一緒にアマゾンに行って面白おかしく、アマゾンの怪魚いっぱい釣って、でそれが DVD と雑誌になって、今でもまあ、雑誌っていうかムックですかね、超高機、これは大切に保管しているんですけども、その時によく出てきてた言葉ですね、バモノスって行こうぜって意味みたいですけどね、こういった感じでメーカー名があって、で第1弾がネズミマウス、本当ズイルは新井くんみたいなちょっと可愛らしいのとか、あとチマチマシリーズとかそういったところと、あとは結構本格的なトップウォーターのテラーとかゲイリーウィッチ、アンカニーチャップとか、あとは水車のロジックとか、そういったちょっと渋めで、かっこいいトップウォータープランと、この両極があったんですけどね、その可愛い方を彷彿させるようなですね、で結構攻めたカラーリングと攻めた名前だなと思って買ってみました、ネズミマウス。まだ今現在ではスポーニングが終わってちょっとバスが疲れているタイミングですけどもね、徐々にこの雨の降った日なんかは活発に餌を追い回したりとか、あと朝夕なんかは結構トップウォーターで釣れたりしだしてますんでね、こういった一箇所でネチ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 木に引っ掛けてチャプ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 っていう感じの動き、まずは効くんじゃないかななんて思うんで、早速ですねこれを持って、おかっぱりフローターとか、あとはレンタルボートの釣りとか行ってみたいななんていう風に考えております。まあまあ、いろんなねあれがあって潰れちゃったんだと思うんですけどね、本当柏木さん、今みんながやってる虫パターンですよね、木にひっぶら下げてこう魚を誘い出すんだよとか、 あとは水押しアクション、グイングインってこう水をグイッと押すことによって下から魚を湧き上がらせるんだよとか、まあ結構今釣りで使っているほとんどの、技術のオリジナルの、提唱してきた人ですからね、またメディアの方にも戻ってきてもらって、映像とかですね、あとは雑誌の記事なんかでも見かけるようになったら嬉しいななんていうふうに思うんですけどね、今で言うとテレビっていうより自分なんかも釣り動画なんか上げてますけどね、YouTuber なんていうのちびっことかに人気だったりしますんでね、あそこら辺で本当スーパートップ YouTuber の人とかがこういった面白いルアー使ってバス釣りって楽しいぜなんていう感じでいっぱい配信してくれたら、また、次のブームが来るんじゃないかな。今はなんかどうにもこう外業みたいな感じで駆除しよう駆除しようっていう方向で盛り上がっちゃってますからね、またバス釣りっていうルアーこういう面白いものに果敢にアタックしてきて楽しいんだぜ、すごい面白いんだぜっていうところが、取り上げられるようになってくると本当嬉しいななんていう風に思うんですけどね、また釣り子 TV の方でもこういった面白いルアーでブラックバス結構、釣れちゃうんだぜなんていうのを動画とかにして出していけたらななんていう風に考えております。で重さが確か、体重
14g って書いてありますからね、一応重さの方も測っておきますかね。はい、じゃあアモノスのネズミマウスね、これ何グラムでしょうか。13.1g。 ウッドで作ってるでしょうかね、まあ多少な個体差はあると思うんですけど、まあこの針をつけた状態でおよそ 13g だよっていうことで、小粒だけど投げやすい重さじゃないかななんて。まあかといってベイトフィネスほどこだわらなくても、スーッと投げれる重さなんじゃないかななんていうふうに思いますけどね。先日買った軽かったちっちゃいやつに、でまだズイールのプッシュウォーターとかそういったルアー竿、これ大切に取ってありますんでね、そこら辺を合わせて、10年前15年前、まあ20年前ぐらいになっちゃうのかな、思い出しながらですね、こういった柏木さんの作ったルアーをパシパシと、岸際に投げていければななんていうふうに思います。おかっぱりなんかも使えるんじゃないかなっていうところで、もう本当ですね、最近はいろんな、まあ、YouTube とかであれどうなんだろう、許可得てるのかなよくわからないんですけども、昔のズイールのトップウォーターの DVD が、YouTube でアップロードされてたりしますんでね、そういうの見るとこういったトップウォーターの楽しい釣りっていうのをまた見れるんじゃないかななんていうふうに思いますんでね。また今年は、最近レゼルブなんか包丁で使ってますけどね、あやっぱトップウォーター面白いなって、魚がジョバって出る瞬間、本当やっぱドキドキするよななんていうのを久しぶりに思い出したんで、こういったルアーも果敢に投げて釣りの方頑張っていこうかななんていう風に考えております。はい、というわけでですね、本日はこれですね、元、伝説のということでですね、今回はズイールの柏木さんが新しくこう立ち上げたメーカーバモノスネズミマウス、これを買ってみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。